さあ皆さん、バモスチャンネルです。今日ね、あの素晴らしい人と対談とあの対決の方やっていきたいと思うんですけども、正直経歴とかエグいし、僕らの同年で全員知ってる、そんな人をね呼びたいと思います。もう皆さん結構ねファンの方多くて、小さい頃、今ね海外でやってる人で応援とかずっとねもうしてる人とかが結構いてて、その人ので、まあ、代表歴もあるんでぜひ紹介したいと思います。でどうぞ。こんにちは。こんにちは、平野翔です。やめろそれ。似てるけどな、似てるけど、まあ、今回ね、そうです、自己紹介の方お願いします。長澤亮介です。よろしくお願いします。お願いします。長澤亮介選手です。今回僕地元の方がなんと一緒でして、たまたまで、家もね徒歩5分ぐらいなんですよ。で近すぎて、そういえばこれ亮介エグいの忘れてたと思って、でちょっとまあ移籍先はねまたリリース出るんですけど、海外の方に行かれるということで、今月末行く予定ではそうかな、うん、なんでこの日まで手伝うでって言ってくれたんで、ぜひ出てもらうことになりました。いやぜひ今日はよろしくお願いします。お願いします。いや一回じゃ経歴だけ聞いとく、みんなもうこいつ誰やみたいになってるやん、知らない人。ジュニアユースはガンバ門真。ガンバ門真ですね、うん、大阪の方は結構有名で、全国的にも有名じゃないですかね。で高校が、高校はそのままヴィッセル神戸、まあ、そのままの意味間違ってるんですけど、ヴィッセル神戸ユースですね。アナ18入ってます、うん、でその時の、まあ、経歴みたいなのは、その時は16の時と17、18、高校3年間一応日本代表の方に選ばれて。すごないっすかいやそのね、16から18のとこの高校のこの輝かしい時の代表全部入ってますから。いや当時めっちゃ応援してたっすよね。どうせで僕の一つ上なんですけど、ずっとなんかみんなで亮介代表試合出るらしいでって言って、なんかチャンスをものにするタイプの人間やなってめっちゃ思います。アジアカップで最初、はい、なんかその当時の代表が、うん、もう全員試合に出すみたいなスタイルやって、でも最初の1試合目は出ず、うん、で2試合目にスタメンに入って、うんうん、でそこで試合出て、うん、点取って、あそこで試合取ったよな。そうだからその予選は全員出すみたいな、うん、で、まあ、決勝トーナメントからちゃんとスタメン固めるみたいな、うん、でそこでスタメン入って、うん、韓国やったっけ。韓国すごないです。その日本とこの日韓戦を戦ってる選手ですよ。その時の代表選手か皆さん誰がおったとか気になると思うんですけど、誰いたんですか。トミー。ちょ誰ですトミーって。あ、トミヤス。トミヤス、トミヤス、トミヤスと、トミヤスってあのアーセナルの、そうそうそう、トミヤス、トミヤス。連絡とか取れますか。連絡たまに取るかな。ここ最近やったら。どんな世界線やねん、初めて聞いたわ今。えぐない。年末が取ったんちゃうかな。年末、うん、何でなん。開けましょうおめでとう。家族親戚やんマジでえ、なんでだそれ、なんでなん。え、そんな仲いいん。ちょくちょく、うん、年にまあ2、3回連絡取るかなぐらいで、たまたまその時用事あって、うん、でまあ連絡して、でまあ開けましょうおめでとう。トミーに用事があって連絡する、普通アーセナルに今出てるゴリゴリのサイドバックの人に。できへんけどな、えぐい。トミヤスおったんか。でその時にビデオ通話してん、うん、じゃあゴリゴリ筋トレしてたやっぱえぐい、意識えぐいもんやっぱそりゃあんなとこまで行きますよ、うん、くな。どんな不意をつかれた電話でもビデオ通話でも筋トレしてるって。いやこれトミヤスも素晴らしい情報聞けましたね。であとは、あとはリツ。あ、堂安リツ、うん、いやエグい、ワールドカップでも活躍されましたからね。いやしてたな去年、素晴らしい選手ですよ。堂安リツのちょっとおもろしろ話ないですか。堂安リツ、まあこれは聞いた話やけど、うん、チームメイト全員のパズドラ消したぐらいかな。バリおもろいやバリおもろいやそれ、うん、多分負けず嫌いだよな。多分な、負けず嫌いがゆえに当時のチームメイト全員のパズドラ消すっていう。消してほしいで、それめっちゃおもろない、うん、そんな選手と代表で試合してたっていう、すごない。もうちょっとすごさ伝わってきたんちゃう、みんな。
あとは他は、あと青、田中碧、田中碧、田中碧も代表いたんですね、その時の16のアジアカップの時一緒にやってる。へー、田中碧とかも今フロンターレとかでファンめっちゃ多いですからね。ちょいな、やばいで、ほんまに田中碧、田中碧のマル秘話、まあ真面目そうですけどなさそうやな。いやなんかもう、ジャニーズジャニーズ言われてて、うん、チヤホヤされて、うん、あんま好きじゃなかった。なんでやねん、なんでやねん。自分もね、キンプリの平野翔に似てるって言って、平野翔ファンの方にちょっと申し訳ないです。およくないな、ね、なんか言われるみたいやから、それちょっとね、対抗意識あったんじゃないかなって個人的には思います。それぐらい、もっと他おるんちゃう、そんなおったら。今代表に選ばれてるんやったら、うん、まあ、J でも今活躍してるとか個人的に思う人やったら、やったら札幌おったら菅ちゃんとか、あ、菅大輝とか、うん、お、あの左足の強烈なとか、マリノスの渡辺孝太、渡辺孝太、おお、マリノス今出てるやん試合、うん、へえぐらいかな。お、まあ、やっぱり難しいのはね、その高校3年間代表選ばれてもやっぱ J リーグや上で活躍しようってほんの一握り、うん、そうやな。まあでも凌介こっからだと思います。あの海外好きなんですよこの人、早く J リーグでやってほしいんですけど、今だってタイとインドネシアとセルビア、セルビア、うん、とシンガポール、あ、シンガポールや、4カ国渡り歩いたんですよね。ちょっと国は伏せて、またすごいとこで、ああ、プレイするので、そのリリースがあったらね、このバモスチャンネルでも追いかけたいなと思います。素晴らしい選手なんでね。自分の武器って何ですかって言われて何て言う？一瞬。え？かっこいい。一瞬、一瞬かな。ガチでそれやねんな。一瞬ゴリ早いんですよマジで。今まで見たクイックネスある選手の中で一番速いです。だって身長が今165、まあ3ぐらいなんですけど、ちょっと2センチぐらい持ったんですけど、そんな選手が海外でやれてるっていう意味、代表でも選ばれてたって意味考えた時に、何がこの人たけてんねやろなって思った時に、やっぱ一緒に1対1対1した時に、僕結構クイックネスタイプだったんですよ自分でも。ただもう凌介のクイックネスでも人の何十倍もいくから、そのよくネイマールがあるじゃないですか、こう足をこうブラブラさせてボール止めて、足相手出してきた時にキュキュって抜くっていう、あのスタイルやらせたらもうピカイチ。フットサルとかでしか、まあサッカーで多分ついていけへんから、フットサルとかでたまに凌介とすんねんけど、めっちゃ速い、一瞬。何が一番ウケって言って一瞬って言える？皆さんその自信ありますか？僕にはないです。エグいな、一瞬やな。でもほんまに一瞬ちゃう、うん。あれです、新潟シンガポールおってんな、2年前か、2年前、あの時何番やった？2年間おって1年目が28番で、うん、2年目が10番、まあ、28番の理由考えていただきですよね、2と8足して10っていうね。おお、ほんまやな。あ、そんな意味じゃなかったんや、そんな意味じゃなかったんや。いや、あれは、うん、シンプル10番要求してんけど、うん、ほんまは行く予定じゃなくて、うん、でも最後の最後に、うん、結構チームが3回4回ぐらい誘ってくれて、うん、でもそんな誘ってくるチームちょっと行きたいなと思って、うん、で行ったら今28番になったっていう。あ、だからシンガポールで1位っすよ、言ったらアルビレックス新潟シンガポールってチームが今、皆さん J リーグに J1 でね、アルビレックス新潟って言いますけど、あれのシンガポールチームがあるんですよ。実は結構多分知らない方多いと思うんですけど、シンガポールではもうナンバーワンっすよね、ほとんど。そうやね、まあ最近、うん、チャウチーム強くなってきてるけど、まあ難しくなってきたっていうのがやっぱ今の現状ですけど、まあ、それはね、J リーグでいうフロンターレとかとも一緒じゃないですか、うん、1やったらもう結構もうフロンターレだけやろっていうのが今ね分からなくなってきたレベルですから、そこで翌年10番やってて、でインドネシアのペルシカボ、ペルシカボっていうとこで、そこでも10番つけてました。結構気する10番気質っすね、どっちかといったらになったかな、うん、11番やった、11番系やったけどね、長澤亮介って11番って、まあ、僕個人的にはずっと思ってるんですけど、やっぱなんか10番っぽくなってきた、うん、サイドからトップ下ぐらいになってきたんですよね、多分位置が。そうやな、トップ下やな、今なんか器用にこなせるようになったというのが一番多分あれだと思うんですけど、うん、10番タイプで、まあほんまにね、見てて楽しいっすよ。プレーとか載せますわ、リンクに、長澤亮介選手ので、こんなクイックネスの選手っていうのを、それね、マジで見てほしい、すごいわ、ほんまに。一瞬ってめっちゃ深いな、一瞬やな、一瞬。いや、すごい、すごいよ、ほんまに。代表で日韓戦やってねえもんな、予選では当たってない、韓国。
予選は中国、オーストラリア、うんうん、中国に決めたんだっけ。中国に決めた、うん、代表で点取ったあれ覚えてるだろ。ゴール前でニヤニヤやったっけ。あれニヤニヤってバーだったやつな。そう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 、絶対決めろってやつバーで、うん、いやマジでめっちゃ美味しいだもんね。やっぱ地元一緒とかそういうの熱いな。そうやな。でなんかねやっぱね、いやこれはね何に共通してるのか分からんけど、やっぱメッシって小さいじゃないですか。小さい選手ってなんか応援したくなりません？僕結構そういう選手が好きで、メッシだったり、また別の話です。今奈良クラブにいるあの静岡学園出身の高橋隆太選手、あの選手とかやっぱね、J3 ちょっと今季見てますけどメンバー入ってないなんでやろうと思うんですけど、もがいてるんでしょうね。あんな上手い選手が出ないわけないし。入ってないよメンバー。入ってない入ってない。なんでね今季ちょっと力こう見せつけてほしいなってめっちゃ思うんですけど、今回 JP フィールドさんっていう以前マラドーナとコラボさせていただいた時のピッチで今日やらせていただいてるんで、またぜひね奈良の方、京都の方、大阪の方近いと思うんでぜひ来てみてください。めちゃくちゃいいピッチやもんな。めっちゃいいピッチ。この画成形やな。まあ後でちょっとこう見渡したあれを 見渡したっていうか、ちょっと分かんない、ベロ回ってないな。撮影やめようかな。回ってへんの。動画回ってるけど。うまい、うまいな。すぎ。代表選手他おらんかったっけ。なんかすごい選手。岩崎。あ、岩崎優斗選手。うん、優斗。サガン鳥栖か今。トスやな。トスか。エグいっすよ。高校時代は京都立花で一世を風靡したあの選手ですよ。馬力エグないっすか。馬力エグかったな当時から。で今もなんかアグレッシブ溢れる、なんかほんまファンが増えるっていうなんかプレースタイルですよね。ほんまにすごいな。あれなんか見ててやっぱ面白いし応援したくなるような選手っすわ。うん、それこそ今神戸行った美月、斎藤美月。おお、ほんまや。あれ結構すごなかった。俺結構斎藤美月選手はめちゃめちゃフィジカルやな。うん、こうその代表の試合見て、うわこの選手すごいなって。あれ早生まれ。早生まれ。あ、そうや。だから僕の年の代表にもあの入ってましたよね。確か入ってた入ってた、うん、助っ人感あふれる本当に素晴らしい選手で、今後なんかもっと化け物になっていってほしいですね。いや来そうやな、うん、入りそうちゃう今後。いやあれは代表入るでしょ次な。なんかまあタイプで言ったらね山口蛍ケースよね、うんうん、だからもう神戸ですごいいいんじゃないかなと思いますけど、今神戸後発進でねリーグ今始めてますけど、いやすごいね、すごい人とやってんだ凌介。そう考えたらそうやな今、うん、そうやな。もう分かったでしょ凌介がどれぐらいすごいかっていうのは。これでなんでそんな選手を今からバー当てボレー対決でちょっとね叩きのめしたいと思います。まあ、蹴り方とか、まあ、雰囲気で分かるじゃないですか、この人うまいなとか。であとはちょっとね凌介のあのクイックネスというかドリブルの時のこのなんか一瞬ちょっと僕のカメラ目線で体感したやつ撮ろうか。せやな、うん、バリ早いからっていうのをね、一回やってみたいと思います。で行ってみましょう。はい、今日は JP ヒルズさんね、ここの皆さん来ていただきお願いします。まあね、カメラ不慣れですからね。で結構ねこういう感じになってまして、なんかすごいな、やっぱこのなんか自家製あふれるというかね、なんかブラジルみたい。ブラジル知ってんのかって、うん、ブラジルみたいね。ブラジルみたいな。まあね皆さん今日ええ天気やな。めちゃめちゃええな、うん。まあ、今回ね皆さん、お分かりの通りバー当てボレー対決ですね。あのクロス側に当てて帰ってきたやつをノーバウンドじゃなくてワンバウンドまで OK でノーバウンドでボレーシュートで突き刺すと。もうそのまま、そう直接、直接突き刺すというね。ええやん、うん、で勝った方が、まあ、勝者ということでね。まあ、まずねここで白黒つけたいと思いますよ。そのアンダー16から18日本代表入ってたか知らんけど俺の分うまいってとこ見せます。先攻高校じゃんけんしておきます。先攻高校じゃんけん、おい、高校で男ちゃうやん。じゃあ一発目から当てちゃいたい。はい、行こう。ピッ、えぐい、えぐい。えぐい。バモス。それ俺。えぐい、えぐい。マジで
まあまあこれが実力よ。僕追い込まれるの好きなんですよ。イエーイ。じゃあ次はね、まあ僕あの負けたということで長澤亮介選手 の、 あのドリブル構図だけちょっと軽くしたいですね。じゃああのこっち側から攻めてくるイメージで。いやマジでねこれめっちゃ勉強になると思う。みんなちょっと説明しながらやってな。仕掛ける時のルーティン見たらだからこの目線言ったらみんなはちょ軽く仕掛けてきて。うわ早っ早っ。これ得意技。今何割？今のまあでも5割とかちゃうかな。5、まあ6、6。ちっかフルスピードやってくれ。7、5、6、7ぐらい。いくで。俺もちょっと頑張ってついていくんで、カメラの方手抜いてるとこ待っててください。よーいスタート。早っ！早っ！まあ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 でも。ちょっとミスったな。ミスった。もう一回行こうか。もう一回行こうか。うん。このな中井くん結構ね僕ついていけるタイプなんですけどね。早いねやっぱ。よし行くで皆さん。もうこれスパイクって考えたらもうエグいっすよね。これ今トレッシュなんで。はい、行こう。あこれ潜られんねんな。潜られんねん。これしかない。これしかない。これで日本で行けた？これで行ける。皆さんね、アンダー16、17、18プッチの日本代表の生き方はこれでいけます。では皆さんぜひまた動画見てください。バイ。おはようございました。